皆さんこんにちは。今回は新エヴァのとあるシーンで登場した隠し要素的なものについて考えていきたいなと思います。新エヴァ前半第三村でのシーン、ケンスケの家でアスカが寝床で寝転がりながら人形を持つシーンがありましたよね。一見何の変哲もない部屋に見えますが、実はこの背景にギネスの賞状が飾られていました。このギネス一体誰の記録なのとネットでいくつか声が上がっていました。アスカの性格上、こういったものを大切に飾るかというと微妙な気がしますが、アスカがエヴァ世界の中で受賞したギネス記録といえば、もしかするとアスカがドイツにいた時代に最年少で大学を卒業したことなのではないでしょうか。アスカは来日時に14歳ながら大学を卒業しており、日本語もペラペラというスーパーエリートです。その天才さで大学最年少卒業というギネス記録を受賞していてもおかしくはないのではないでしょうか。おそらくエヴァ世界の中で受賞が可能な時期はエヴァ派のニアサーより前でないとギネスの機関もニアサーの影響を受けると思います。もう一つ、個人的にもしかしたらこれなのではと思うのは、中国に展示されているエヴァンゲリオン初号機なのではないでしょうか。中国で展示されているエヴァ初号機は 25.06m で、世界一巨大なエヴァンゲリオンとして2017年1月3日にギネス記録に認定されています。舞台挨拶で新エヴァの劇中にはスタッフの好きなものが詰め込まれていると語られているので、カラーの遊び心として受賞したギネスの賞状を展示しているのではないでしょうか。こういったシーンが新エヴァの中だけでも数えきれないほど存在しているので、こういったシーンを探すために見るのも面白いのではないでしょうか。今回は新エヴァのとあるシーンでの面白い要素を紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。個人的にはこういう細かいところにもこだわっているのが実にエヴァらしいなと思い、改めて作り込みの凄さに脱帽いたしました。皆さんが個人的に気に入っている隠し要素はどこでしょうか。これ以外にも考察、解説してほしいことがあればコメントしてください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。